さて、東日本大震災を受けて J リーグ FC 東京の選手たちが今日新宿駅前で募金活動を行いました。FC 東京の選手たちは今日午後、新宿駅東口で集まったサポーターや道行く人に義援金への協力を呼びかけました。仙台出身の今野選手は、被災したところに住んでいたんで、本当に友達とかも困ってる人もたくさんいるし、被災した方々の、少しでも力になれればと思って。FC 東京では小平グラウンドでも義援金を受け付けていて、今後多摩地域の駅頭での募金活動も予定しているということです。震災の影響で3月の J リーグは中止が決まり、4月以降の再開も未定ですが、今月29日には大阪で日本代表選手などが出動するマッチが行われます。